はい、妖怪ウォッチバスターズやっていきましょう。今回はね、村正です。村正使ったの今回が初めてかもしれない。使ってみてびっくりしたんだけど、レベルがたったの1しかないんだよね。一応太鼓の魔剣根付けつけてあるんで、そこそこ戦えると思うけど。うん、なんか草薙と技の感じがほとんど一緒なんだけど、てか全く一緒なんだけど、カウンターも持ってるし、このシップステップ持ってるし、結構スキルがね役に立つんだよね。村正こう攻撃したら回復するっていうっていう便利なスキルをね持っていたんで、今回使ってみました。レベル1なんで、これ一撃でも食らったら死んじゃうからさ、ちょっと気をつけないと。ああ、一撃では死なないけど、結構ダメージ食らう。2発食らったらまずい。これ、螺旋切りってやつがね、もう何度も。あーっと、危ない。螺旋切りってやつはすごい苦手。あー一撃食らった。ちょっとカウンター攻撃も決めていきたいんだよな。お、一発目来た。大丈夫、でもシップステップ持ってるから避けるの簡単。落ちてきたー、避ける。ちょっとカウンター攻撃、あーこれいけたな。螺旋切り以外はわあ、タイミングミスった。よし入った。めっちゃ地味だけど今入ったで。あーこれダメなやつ。今成功したけどダメージ受けるパターンが結構多いやつ。いや結構戦えるもんだ、レベル1の妖怪でも。離れる。お、必殺止まった。落ち武者の呪い、技初めて使ってみた。あーこれ来たか。さあ次はどこだ、これか。あれレベル1のはずなんだけど結構強いな村正。結構強いぞ。いやーこれはあれだな、惨めに武士王にやられちゃうところはみんなに見せることはできないかな。これはあ、待って、ちょっとヒーラーの人がやられちゃった。これ行為の一番まずい。うーん、ちょっと攻撃が届くんだよね。そこちょっと離れたい。お、復活してくれたか。食らった。ちょっとみんなまずいことになってる。あ、疲れてる、もしかして。あ、まだか。落ち着いて、よし、来たー。ボコレボコレ、みんなボコるんだ。技、うん、結構結構上手くなってるな。あ、2回目来た。避ける。これは取らない。
お、お、今チャンス、今チャンス、今チャンス。どこ行った？あ、これあれだ。そう、それ来ると思った。あともうちょい。足遅そう。足めっちゃ遅い。あー、吸収された。一個吸収された。やっちまった。今のは俺の悪い。今は俺が悪い。二つ吸収されたね。いや、覚悟を言われたもんな。どうしよう。あんま近づかない方がいいよね。怒り狂ってるから。向こうの方から来ちゃうかも。向こうの方から来ちゃうかもしんない。おー、螺旋切り。それ厳しい。うん、あともうちょいなんだけどな。怖っ。めっちゃ、あ、攻撃すればよかった。倒すのに7分かかりました。カップラーメン完全に伸びるね。カップラーメン完全に伸びるわ。さあ出よう。武士用は結構たまるね。鬼玉7万5000か。これは美味しい。赤の貴重全然もらえないけど。お宝発表。いやいや、残念だからね、この極武士王の最強の装備品まだ作れてないんっていうか、全然作れてないんだよね。じゃあこれもらうか。確かスペシャルで素材が落ちてくるんだよね。全員赤猫団じゃないといけないんだったっけな。どうだったっけな、忘れちゃった。さあちょっと鬼玉が結構手に入ったから、レベル上げていこうかな。レベル1のはずなんだよね、村正。レベル1、レベルアップ。あ、ごめん、レベル1じゃねえよ、レベル41だった。さすがにレベル1じゃないか。なるほど。お、レベル62まで上がったね。うん、妖刀村正結構ね面白いんで、これちょっと使っていこう。さてさて、次は何だろう。次は覚醒火の神悟空ですね。残念ながら僕ね、悟空玉のほとんどの悟空玉全部使い切ってるんで、僕ミッション選ぶことできないんですけど、フレンドさんが選んでくれた覚醒火の神。あんまカウンターついてる意味ないかな、もしかして。どうだろう。誰だ、誰が来た。おお、なんかみんな死んでる。ちょっと、ちょっと待ってよ。あ、一人やられた。助けなきゃ、助ける。誰だ、誰が来た。カウンター決めたかった。まだ余計なやつは来てないか。ちょ、どうにかして決めたいな。カウンター、カウンター、あのビームなんか突っ込んでいくか。どうしよう。バリア来た。あー、やっちまった。来た。しかしバリア、しかしバリアだった。また与党村正。おっと、くそ、あの時にカウンターすれば。カウンター、うわー、すげえ食らった。ちょっとわけわかんないことなってる、わけわかんないことなってる。一旦逃げる。
んこっちゃない。おお、ちょっとみんなまずいことになってるぞ、助けないと。あー、これこれどうだどうだどうだ、ちょっと無駄なことしてると失敗するからね。どう、うん、いけそうか。あー、じゃ危なかった、倒せた。5分かかったね。赤いキツネと緑のタヌキだったらなんとかセーフ、カップラーメンだったらもう完全に伸びてる。さあ出ましょう。ずっと村正使おうかなと思ったんだけど、たまには僕もヒーラーやるか。何の妖怪がいいかな。出動する妖怪、ヒーラーの妖怪。もうねレベル99にこだわっていたけど、もう何でもいいや。役割で選ぼう。もう別にねレベル1でもいいわ本当に。ん、これがアタッカーか。ちょっと待てよ、ヒーラーの妖怪どうやって入れんだっけ。あれ、もういいですかね、ワカメくんでいいですかね。ちょっとふざけた妖怪になるけど、しかもレベル7だし、気合の一発ができる。技の変更で、あー気合の一発、これしか選ぶことができないんだね。回復の術一発だけか。あ、そっか、レベルが低いから技覚えてないんだ。なるほど。じゃちょっとレベル上げていこうか。いくらかはあるでしょう。鬼玉3万4000あるから、ちょっと新しい技を覚えてほしい。レベルアップ、ワカメくんレベルアップ。お、回復取り付けを覚えた。回復取り付きどうかな、ちょっと微妙な感じが。お、ワカメくん、え、進化、え、ワカメくんが進化だと。 あれか、なんかサンバみたいなやつか。え、ちょっと進化していこうよ。じゃあ妖怪の進化、なんかこれ初めて使うような気がする。あー、これか、ワカメ&スターに進化した。知らねえ、そうだったんだね。いや、それは持ってないわ、だって初めて知ったんだもん今。ちょっとみんな待ってるから急ごう。技の変更、あー結局これだけか。いいや、じゃあ気合の一発でいこう。ヒーラーなのにボコボコ攻撃していくっていうね。あー、トギニャンかわいいね。みんなニャン系の妖怪を使ってんのに空気読まずにワカメ&スターでいく。ジーババン絶対気合の一発決まんないよ、動きが早すぎて。気合の一発って、あ違う、全力攻撃じゃないか。あ、ごめん、全力攻撃と勘違いしてた。わあ、すげえ追いかけられてる。おおおおお、よし、ちょっとガンガン殴っていこう。ああ、そういうの避けられない、そういうのダメ。あー、これはあれだね、回避持ってないから避けんの大変だな。タイミングを見計らって殴りに行くしかないか。おっと、危ない、パンチ、ヒット&ウェイか、ヒット&アウェイ、逃げる。あ、ちょっといろいろわけわかんない妖怪とか来たんじゃない。どこだどこだ、あ、いて、コンブさんだ、コンブさんがいる。バッカメーン、避けて。いや、妖怪ウォッチバスターズね、ちょっと妖怪の数が多すぎて使ってない妖怪たくさんいるんだよね。全部の妖怪使ってみたいけどね。
結構僕もね、初代妖怪ウォッチの時からやってますけど、名前が正直わかんないやついるんだよな結構。避けて、まずいぞこれ、ちょっとまずいぞ、回復が全然追いついてない。え、全然回復しないな。ワカメアンダースターのこの回復全然回復しないんだけど、え、これしか回復しないの。いや、レジェンド妖怪の花坂 G がいかに優秀かってことだよね。だったら花坂 G の回復力慣れてるかな。さあみんな頑張って、俺も頑張って回復する。よし、必殺技だ。なんだろうなんだろうなんだろう、この必殺技だ。あ、ステータスアップ違うな、回復か。うわうわうわ、助けないと。わかめ、うん、どうしてもね、このあれだな、ちょっと攻撃に夢中になって回復忘れちゃうな。回復して、おし、これはもらった。おし、倒した。そんなに強くなかったな、Gババン。はい、ということで今回はですね、村正とワカメ&スターですね、名前一瞬忘れましたけど、はい、ということで今日は、今回は、ここでおしまいにしたいなと思います。4月2日発売の妖怪三国志まで、毎日1本できるかどうか分かりませんけどね、なるべくやっていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。